世界中の海から魚が消えて10年私の地元でも名物のハダハダが取れねぐなってしまった。魚を食べたい人類のせずなる願いを叶えるんと、日本は宇宙さえゲソを作り、宇宙漁師の1期生を送り込んだ。それから数年後、宇宙漁師を目指す候補生の女子がここ尾道さ集まったの。みんな宇宙漁師さんなりでくて、どんどん前さ進んでる。だどもあだしは、あだしだけ違うんだ。中学の時プールで男子がふざけでしたっけ。なるほど、そっか。あれ、でもお風呂は大丈夫なの？すっぽんぽんなのに不思議だよね。だってお風呂は裸で入らねえでおかしいもの。それに今は春ちゃんだけだから。だども水着は初志具ってどうしてもダメなんだ。そうだ、だったら見えなければいいんじゃない。え、ほらこれでどうだ。何も見えねえ。はあ、メガネ取れば見えんけんって、それじゃあ何の解決にもなっとらんたい。わかった、いっそのことを水着つけなきゃいいんじゃない。水着をつけねって。裸でプールなんてハレンチのこと許されるわけないだろ。そうだ、ハレチンだ。違いますよ、それじゃただの変態じゃないですか。水着じゃなくて何か別のものを着て泳いだらどうかってことです。別のもの？よかった。これで全員プールで訓練ば受けられるようになったつたい。でも、まだまだ根本的な問題が残ってたわね。これで3周遅れよ。やっほーマイコ。大丈夫？マイコなかなか体力つかないみたいだな。自主練もしてるんだけどね。マイコ、もういいけん先上がって。あんま無理してこないだみたいに倒れたら困るとだけんね。だども、あたし頑張るす。このままだば宇宙さいげね。いいから上がりなさい。そんな無理をしてこれ以上続けたってどうせ無駄よ。もうそんな言い方しなくたっていいじゃないですか。ほら着替えよ。巻き巻きも、マイコが続けたいって言ってるんだからいいじゃない。バッテン体力つけるための訓練で体ば壊したら元も子もなかたい。波野の言うことも一理あると思うばい。確かにこのままだったらちょっと考えた方が。けど
こんなに苦しそうなのにそれでも頑張ってるんだよ。あんな嫌がってた水着だって克服してさ。ハルちゃん、マイコは宇宙漁師になりたくてなりたくて仕方ないんだよ。ねえマイコ、そうでしょ。マイコ、ごめんなさい、私詐欺騒がるす。マイコは宇宙漁師になりたくてなりたくて仕方ないんだよ。ちげえ、だってあたしが候補生さんになったのは。なんだ君か。さくらです。さくら舞子。ああそうそう、さくら舞子ちゃんね。どうしたの、何か用？資料見せてもらえねすか。ん、資料って何の？6年前の試験運用の出す最初の宇宙寮で、あの時何があったのか知りでくて。いや申し訳ないけど資料は見せられないんだ、そういう決まりでね。え、ほらお役所ってのはいろいろ面倒だから。それじゃ忙しいから私はこれで。そんな、あのだから何度も言ってるでしょ、わからないよ俺には何も。そんな、だども最初の量だすよ、たほどあるんだべが。たく、女子部がこんなところで何やってんだ。最初の宇宙漁師の長さ、お兄ちゃんが。なのになして、なして写真の意地前も残ってねえの。そうは言ってもね、さくら、舞子ちゃんだっけ。さくら、あの子、雄大の妹だったのか。こう見えて忙しいんだ、そういうことなら市役所に行ってよ。市役所だわ、もう行って。仕事の邪魔だよ、ほら帰った帰った。なして、あのいくら多めで。だいたい私はあの時観光課にいたんですよ、それを今さら蒸し返されてもねえ。おい、一体何の話だ。女子部のさくら舞子ちゃん、市役所に聞きに来たんだって、お兄さんのことを。兄貴、それはもしかして宇宙イケスの事故で行方不明になったっていう宇宙漁師1号の。あん時はバカみたいに浮かれてたよな、世界初を俺たちがやるんだって。俺たちだけじゃないさ、海洋王国日本の使命だって、魚市場を独占できるぞって関係者全員舞い上がってたからな。試験運用中でイケスの状態が安定してなくて、実際漁に出てみるまでわからないことだらけだったってのに。政府の肝入り、水産省のメンツ、業界団体の圧力、やるっきゃなかったんですあの時は。そして事故が起こった。イケスが完成してないのに宇宙に行かせたからでしょ。完成してた、それが公式見解です。嘘だ、だってみんな噂してたじゃん。それにやめなって、もうそれ以上は。みんなあれから事故のことには触れないようにしてるもんね。鍵谷もあれからすっかり変わっちゃった。生きてると思うか。お兄ちゃん、おはよう。おはようございます。訓練までのんびりしようっと。どうしたのマキマキ。舞子どこにおるか知らん。舞子さん見てないですけど。え、いないの。舞子さん本が好きやから。これから訓練ってから部屋にもおらんなんて、もしかして昨日のこと気にしとるとかも。そしたら私のせいだ。
そんなことは。私探してくる。舞子さん時々山の方で歌ってるから、僕見てみます。お願い、私もチャリで探す。ん？ジョナサン？いらっしゃい。一人かい？好きな席にどうぞ。もしかして。そう、その本から店の名前をね。あの、私もこの本大好きで。そうか、まあ座って。本は好き？頭の長さ映像が歪んで、登場人物の声が聞こえてきて、まるで自分がその物語の長さ入り込んだみでいた感覚さなって。本は私にとって友達なんだす。こんた私にも仲間がいるみでいた気がして、読むと励まされるんだす。悩んでるって顔してるね。うん、勇気を出して尾道さ来たども、本当は私なんかいねえ方がいいんだす。誰かにそう言われたのかい？うん、だどもみんなもきっとそう思ってる。私は厄介者、私が出てったらみんなほっとするべな。なるほど、じゃあ君はジョナサンってわけだ。あの、私まだ何も。ああいいよ、これはサービスだ。悩むのは若者の特権、大いに悩みなさい。人生は本みたいなもの、一人一人が主役の物語だから、どれ一つとして同じものはない。どんな悩みでも主人公が前へと進むために必要なかけがえのないものなんだ。出すべが本の中だばそうがもしれねども、だども現実は。昨日そんなことが。でも舞子が訓練についていけないのはいつものことだぴょん。そうだけど。確かにこのままだったらちょっと考えた方が。舞子は宇宙漁師になりたくてなりたくて仕方ないんだよね。舞子、そうでしょ？舞子？あ、もしかしたら巻き巻きじゃなくて私が変なこと言っちゃったのかも。何を今さら。お前はいつも変なことしか言ってないぴょん。ちょっとどういう意味それ。ごめんねお兄ちゃん。だどももうこれ以上無理して続けても無駄だから。だから私。いたいた、舞子。なになに、散歩？黙っていなくなるから巻き巻きが心配した。ねえねえ、ラムネ飲みに行こう。ちょ、はるちゃん。早く早く。いっ、はい。ありがとう。おいしい。昔お兄ちゃんと飲んだラムネの味がする。舞子ってお兄ちゃんいるんだ。知ったげ優しくて頭がいくて、本も知ったげ読んでけだ。いいなあ、私一人っ子だったから兄弟ってちょっと憧れちゃうよ。私のお兄ちゃんも宇宙漁師なんだ。そうだったんだ。あれ、でもじゃあ今どこに？行ったっきり帰ってこねがったの。え？だから私お兄ちゃんを探すんと候補生さんなったんだ。体力もねえし運動も苦で、私なんかが宇宙漁師を目指してるの変だと思ったべ。いや別に変だとは。みんなきっと思ってる。自分でもそう思う。だから私もうやめるべかな。そっか、じゃあ早く宇宙漁師にならないとだね。え、だってお兄ちゃん宇宙で舞子のこと待ってるんでしょ？あ、お兄ちゃん待って、お兄ちゃん。
大丈夫、ちゃんと待ってるから。私はみんなとは動機が違う、そいをずっと言い訳にしてた。だから仕方ねえんだって心のどこかで逃げてたんだ。だどもそいだばダメ。お兄ちゃんが死ぬわけね、きっと待ってる。だから絶対宇宙漁師さんになる。逃げるわけにはいかねす。まるで本の中から出てきたみたい。あなたに霧の加護を。あれはたぎり姫、守るべきものを深く慈しむ優しい女神だぴょん。そっか、じゃあ舞子と同じだね。私の守護神様。おめでとう、やったね舞子。うん、ありがとう舞子。昨日はごめん。え、私が倒れたら困るなんて言ったけん気にしとったど。そいはマキコさんのせいでね。大丈夫大丈夫、もう気にしてないよね。うん、これでもやめるなんて言わないよね。あ、そうそう、ミネコってなんか味気なくていまいちテンション上がらないと思いません？何言ってるの、ウミネコに味気も色気も必要ないわよ。テンションが上がれば宇宙量もはかどるかもしれないじゃないですか。テンションで性能に差は出ないと思うけど。違うかも。ん？あだしらのウミネコ第二世代型のストライクポットはある程度の調整が可能な機体なの。だから一人一人みんなの個性や癖に合わせて調整したら使いやすくなるし性能ももっと発揮できるんで願って。そっか、カスタマイズだ。ん？カスタード美味しいぞ。僕はマスタード派。調整できるって言っても全体のバランスをまとめるのは至難の技よ。部屋だって少しの模様替えでやる気出たりするし。人の話聞きんさいや。お、あのダバー、あ、あのね、あ、それいい、やろうやろう。マイコグッドアイディア。ペイントのカスタマイズとはね。はるちゃんが模様替えって言ったの聞いて。そんなこと言ったかな、私すぐ忘れちゃうから。そうだ、マイコに言うの忘れてた。え、何？ルビーは無理なら無理に体力つけなくてもいいと思うぞ。だともそいだば。そうそう、ほら、水着が嫌ならウェットスーツを着ればいいじゃないみたいな。私もハルとルビーに賛成。実はね、ずっと考えとった伝え、体力は何か他のことで補えんかなって。そうですよ、舞子さんなら弱点も知識でカバーできるんやないですか。前も山のような資料読んでチーム編成考えてくれはったし、さっきの訓練プールでのウミネコの知識やって。そういは工業高校でで専門は機械工学科だったから授業でちっとも習ってで。へえ、理系女だ。少なくともハルの100倍役に立ちそうなのは間違いないわ。あ、ちょっとナミノさん、どういうことですかこれ。こらハル、捕まりまぜんよ。待ちなさい。みんなどうしたの。ハルちゃん、やったな、お返しだ。
マイコさんが壊れた。クーリーも待てろ。人生は本みたいなもの、どれ一つとして同じものはない。はい、これ差し入れ。で、どうしたのそれ、ペンキだらけじゃない。前にカスタマイズしていいって言ってましたよね。それは構わないけど、さすがに統一感なさすぎじゃない。インダス、みんな一緒だばつまらねすがら。瓶は後で返しに行くのよ。はい。やれやれ、一件落着ぴょん。うん。ナミノさんはオーディン、マキマキはクラオカミ、ルビーはククリ姫、マコトは雨のひなどり、マイコはタギリ姫。これでみんなの守護神も揃ったことだし、よーし、宇宙寮頑張るぞ。あ、でもなんか忘れてるよ。ふぅ、ってことは私だけ守護神ミサピョンのまま。ママとはなんだ。あー、ミサピョン誤解だよ、誤解。じゃあどういう意味ぴょん。世界の果ての色が何色か分かったよ。海よりも空よりも深くて永遠の青。生み出したその刹那、まばゆさにとらわれてた。何かが変わってく兆しが見えた気がした。潮騒が運んできた新しいソルフェージュ。たおやかにそっと私。